一日お疲れさん。どうも、総太郎です。吉井です。世界の徳です。ジョンです。今日の企画は四半期活動報告会4、5、6月編。さあ、この季節がやってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これ楽しい曲ですね。おー、面白いですか。あー、やった。面白い。一応ね、前回1、2、3月編でやらせてもらったんですが、まあまあ、それまだ見てないよって方はよかったらね、見てほしいんですけれども、はい、この企画はですね、はい、まあ今回僕たち2日に1回投稿にね、出た出た忘れちゃった。今年はね、2日に1回投稿にちょっと切り替えて、はい、裏でね、おのおのがこうやりたいこととか、はいはい、取り組みたいこととかやっていきましょうみたいな1年にしてるんですが、はい、まあ裏でね、どういうことにそれぞれメンバー頑張ってきたのかっていうところを、今回4、5、6月で報告させていただきたいなと思ってます。はい、これを見てもらうとね、動画では普段出てないような、なんか裏の祝賀師の顔というか、見れたりとか、まあ前回の動画見てもらっても結構コメントでね、すごい刺激になりましたとか、私も頑張ってみようと思いましたみたいなこと結構書いていただいたんで、はい、もしかしたら今回も皆さんのモチベーションを上げる動画になるのかもしれないということでね、ぜひ最後まで見ていただけたらと思っております。はい、それではやっていきましょう。チャンネル登録よろしく。それではファーストプレゼンターはスキローです。はい、お願いします。はい、ということで4から6月報告させていただきたいと思います。はい、来いや、来い、上がってこいよ。やれんのかお前、お前固めの T シャツでやれんのかお前。だいぶ柔らかいやろ。固めはシングルアイ。固め、ああ、そういうことね。だいぶポップやろと思ったけど。はい、いきますね。4、5月何を思って生活していたのかと言いますとですね、こちらおもろないです。さあ、一番有意識自体やんけ。そうなんです。なんか毎日充実してないなとか、おい、拍手してきた。最近楽しいことないなとか、おい、暗いよ、結構暗いな。なんか俺やりたいことって何やったんけとか、そもそもね、何のためにもう生きてんねんみたいな。やばい、やばい、やばい、来てるやんけ。そんな感じで結構やんでたというか、もやもやしてました。でです、 YouTube もちょっと楽しくないぞ。あらら、おい、じゃあこれは俺だけの時だよ。そうやろ。楽しいことやりたい、好きなことやりたいと思って会社辞めて YouTube 始めたのに、素敵な仲間もね、こう集まってくれたのに、なんか楽しくないぞ。感情大事っすね。これ良くないです。まあなんで改めて自分のことちょっと見直そうと。はいはいはい。この本出た。あ、出た。買わせてもらいました。新平くんね、買わせてもらいました。うちらめっちゃ買ってるよ。俺あんだけおすすめされたら一旦買うから。そう、これは結構やっぱ僕の中でおすすめで、こうモヤモヤがちょっと晴れたというか、改めてこう俺は何がしたいんだみたいなところをもう一回見つめ直そうということで、まあ読みました。内容としてはですね、やりたいことっていうのは直感的ではなくて、はい、論理的に探しましょうみたいな、うん、ビビッとこう運命的な出会いをして、はい、あ、俺これがやりたいんだとこう見つかるもんだみたいなイメージあるかもしれないですけど、うん、そんな感じがするよ。そんなイメージある。そうではないと、はい、公式があるから、うん、それにのっとって見つけた方が迷わないよみたいな、うん、じゃあぜひ教えてくださいよということで言ったんですけど、はい、教えてくださいよ。やめろせんな。早速ね、まあ公式があります、はい、まあ、やりたいことっていうのは好きなことかける得意なことの、まあ、掛け合わせだと。はい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 、はい、例えば、僕文章がめちゃめちゃ得意です、はい、だから作家になろう、はい、これ違います。なるほどなるほど。ちゃんと好きなことと得意なこと合わさってる部分を見つけないとダメですよっていう。なるほどね。で、もっと言えば、はい、自分の価値観みたいなところも結構大事で、はい、自分は何をこう大事に生きているんだみたいな。なるほどね。まあ、そういうところもちゃんと掛け合わさって初めて、はい、本当にやりたいことっていうのが、はい、まあ、見つかりますよっていう。なるほどなるほど。でね、僕のね、恋愛 YouTuber シクロとしての理想って何なんだと、はい、例えば好きなことが恋愛についても考えることとか、はいはい、人間のこう心理について考えることがめちゃめちゃ好きです、はい、理想ね。あとセックスね。おっぱいとか、あとセックスとか、そう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 。まあセックス大事ですよ。でね、得意なことが例えばこの SNS を発させることとか、マーケティング的なことになってるからですけど、はいはいはい、まあ、分かりやすく伝えたりとか、はいはい、こう心を動かす伝え方とか、はいはい、うまいうまい、ね、そこ掛け合わさったら恋愛心理を YouTube で分かりやすく伝えることで人の心を動かす、これがやりたいことなんだっていうのがあるんですよ。やってますよね。でもなんかなってないんですよ。楽しくないなみたいな感じます。なぜだ。いや俺別に恋愛好きじゃなくねってなったわけですね。なるほど。おい、なんてこったなんてこったい。解散よ。最初は得意なことからやっぱ入ってたんですよ。 SNS とかこう得意ですもん、はいはい、そこでこう有名になるためには何をしたらいいんだって考えた時に、はい、結果恋愛っていう風にたどり着いただけで、めちゃくちゃこう恋愛について四六時中考えてます、はい、男女の心理好きです、はい、みたいな状態では別にないんですよ。確かに、なるほど、言われたらそうですわ。だからそんなに好きなことできてないんじゃないか。なるほどなるほど。完全に気づいちゃった。おー、負けすぎんねん。キーライトとか抜いてます。そこじゃないんですよ。あ、そこじゃない。そこ出さんで、ね、出さんで、ね、間違えました。スクショがちょっと雑にとかじゃない。そうそう、スクショ自体いらんのです。あ、そうなんですか。いらなかった。スクショだと JPEG だから僕じゃないですか。行動って言ったらもう分かりますから。
によってですね、あの今まで僕はこう得意なことを好きなことだと勘違いしてたんじゃないかと。勘違いだったんだね。だから YouTube とかこう文章書いたりとか絵を描くとかまあまあ楽しいですよ、はい、でもそれってそれ自体がめちゃくちゃ好きっていうわけではなくて、それによって人からこう評価されたりとかフォロワーがこう伸びていったりとかするから、一時的な快楽を得ていて楽しいっていう風になってたかもしれないけれども、それをこうずっと継続できるほど熱量をかけられる好きがないよなみたいな風に思ったんですね。はい、なるほど。なんでまあここの重なる部分をね、俺は見つけたいと、はい、いうことでもうワークをしました。お、やっとるよ。自分はどういう人から影響を受けましたかとか、尊敬する人誰ですかとか、そのいろんな質問があって、自分が大事にしてる価値観みたいなものをワードで出していくんですね。その中からちょっとグルーピングして、自分にとって大事にしてる価値観って何なんだみたいなやつを、まあ、出していくっていう感じのワークでしたね。はい、この写真のペンの位置とかちょっと気にして取り直したりしてる。やっぱり SNS 得意なんで、心に響くペンの、そうやな、あれ右利きやから、大丈夫でも友達は大切にって書いてますね、大きく見えるように、大事にまあまあ大事なことを見つけていきましょうっていうところから始めていくんですけど、この3つができたんですね。自立、冒険、変化っていう。なるほど。下から上に行くにつれて、まあ最終的な目的みたいになっていっていて、自立って何かっていうと、意思決定権が自分にあるっていう状態、誰かに言われたことをとことんやるみたいなのはもう向いてないと。なるほどなるほどなるほど。まあこれが絶対ベースにあります。でその上で冒険っていうのは、例えば好奇心だとかワクワクすることとか、はいはい、気になることとかにどんどんこう突っ込んでいって、そういろんなものを見ていくみたいな、はいはい、でその先でやっぱこう変化していきたいっていうのがあって、はいはい、まあいろんな新しい人に出会ったりとか、うん、新しい経験をしたりとかで新しい自分にこうアップデートしていってどんどん変化していくと、まあ、そういうような変化に富んだ人生を送ることがまあ最終目的ですよみたいな感じで僕の価値観が出てきました。それによってどういう価値を与えれるのか、はい、それはまあ自分の冒険によって人を楽しませたりとか、うん、ワクワクしてる人を生きると、あ生きる人を増やすと、はいはいはい、まあ、これがだから僕の目的と仕事の目的であるんだなみたいなことをまあ再確認しました。なるほど。でまあ得意なことを次考えていきます。まあ、ざっくり言うと SNS を活用して不特定多数の人に届けることだなと思いました。一部の人にこうぶっ刺して届けるっていうのよりかは、もっと大勢の人に見てもらいたいっていう方がモチベーション湧くんで、そういう意味でも不特定多数の人に届けるっていうところの方が僕得意だなと、はい、というふうに思いました。次、好きなことですね。まあ、これ今現時点でなんですけど、やっぱその旅っていうのと古着、まあ、ファッションの全般なんですけど、誰かにこう評価されるとか別に関係なく、まあ、シンプルに楽しいもんだなっていうふうに思えたんで、まあ、これ好きなんだなというふうに思いましたと。何やで、大学の時から変わってないけどね。あ、そうそうやね。旅ちょいちょい行ってたし、うん、服装も個性的だったからね。どの女子にも刺さってなかったけどね。それ言わんでええねん。確かにクリスタルメガネも、そうそうそう、一番面白かったのはお父さんもつけてるってで、これ掛け合わせて本当にやりたいことっていう風に見つけていくんですけど、はい、なんだなんだ、俺たち入ってんのか。今ですね、うん、はい、世界中を旅しながら、はい、現地で出会ったものを買い付けて、はい、自分のお店で販売すると。なるほど。その様子を YouTube で発信していくと。首を折るの、そういうことやから、もう夜更かしいや、まあこれは別にみんなでもいいですよ、それ、はいはい、一緒に旅行ったりとか。古着ってのも結構その旅要素というか、現地でどんなものがあるんだろうとか、はい、まあ、やっぱ一点ものなんで、そこにしかないものと出会えたりとかっていうのがあるので、旅かつそのそこの古着との出会いみたいなのがやっぱ好きだなみたいな。ジョージアでも買ったんですか。ジョージアで買いました。めちゃくちゃ買ってまして、はい、ほぼ一日使ってました、こいつ。買い付けに。で、これがまあ分かって、やっぱりともやもやがこう晴れたんですね、はいはい、で、まあ6月になって、まあ監督についていって、はい、ジョージアの旅行かしてもらいました、はいはい、TikTok とかリールもいずれ古着とかに繋げていけたらいいなと思って、まあまあいろいろちょっと実験的にやったりとかしてました、ね、で、まあ古着の仲間探しとかもね、グラでやったりとかしてました、はいはいはい、で、買ってんな、なんか商品なんで一瞬あれ全部かかってるやつこう選んで笑ってるのかなと思ったら、持って、でも持ってるもん、全部買いそうな、そう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 、迫力強っ、そこじゃないですか。それはちょっと、どこが強いの、全般です、違う、全般出してないんですよ。よくいっぱい買ってますねってこと言いたいんです。で、いずれこれからその、ちょっと言ってますけど、古着屋とカフェが併設されたお店作りたいなと、はい、いいじゃないですか。カフェが生まれてたんですか。古着っていうのはその空間がどっちかというと好きではあるので、誰かが気軽に集まれるような第二の家みたいな場所があった方がいいなと思ったので、カフェ要素も加えたらなっていう感じですね。これをまあ直近の目標としては素晴らしい、はい、やっていきたいなと思ってます。ということで今後の活動お楽しみということで、ありがとうございました。見つけたんやね、とうとう。まあなんか整理できましたね。4月からもまた旅と古着をやっていこう、やっていきたいなと思ってますね。わかりました。空間誌と並行して一応補足しておくと、なんか恋愛全然好きじゃないみたいになりましたけど一応誤解ないように言ってると、もちろんやりがいは感じるんですよ。そうだよね。それによって救われましたとか、はいはい、言ってくれるのはやっぱ嬉しいし、はい、変化の部分も重なってるもんね。人に変化を与えれるってとこ、そう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 、飽きたってことやんな。いや、まあ飽きたってことですね。
たというか、ほんまにずっと継続するって意味ではしんどいよなっていうところですね。もっと好きなものが他に見つかるし、だからこの前の群馬のドライブとかで楽しんでもらえたらめっちゃ嬉しかったんですよ、実は。視聴者の方々。ああね、そう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 、俺初めてかもしれないぐらい、その2回見ましたからね。わかる。そうそう、安い。俺も昨日見た。ほんまほんま、安い気がいやだから箱さんから年に1回来るか来ないかの今日の動画おもろかった。中華市ももちろんなんか今後変化していきたいんですよ。そうですよね。そうそうそう、そういうことですね。いつか見たいな、想像だな。はい、見たいです。見たいです。見たい感想言います。はい、という感じです。ありがとうございました。じゃあ童貞ちゃうし、続いてのプレゼンターはジョンです。ジョンです。はい、知ってます。はい、ということで早速四半期活動報告書2クォーター4から6月編について始めさせていただきたいと思います。目次、活動内容、はい、わかるしかるから活動内容、これまた僕説明しとかないといけないんで、ジョンの主歌詞を除いた活動は結構3つに分けられますよ。1つがなれそめ予備校という結婚相談所の YouTube 責任者としての活動、1つ目がジョン町ダイエットインスタだったんですけど、これちょっとダイエットサポートという名前にね、4、5、6月に向けて変更させていただきます、名前で。最後はプライベートで、まあ、妻、犬との充実した生活だったり、筋肉との充実した生活。うん、あ、ちょっと書いてもらえます。ちょっと書いてもらえます。いやいやいや、もう変なもん嫌っすよね。行きましょう、行きましょう、4月です。かっこいい。かっこいい。お前、飲んでばっかや。食べれ飲んでばっか。4月活動報告。なるずみ予備校編です。次のスライドみたいか、前のスライドみたいか。今年からね、YouTube 責任者として順調に右肩上がりを続けてきたじゃないですか。ですが、今月何したかというと、スタッフの教育用マニュアルの作成とチームの自立化のため試験的に権限移譲を行っているっていうふうにやってみました。俺らは権限とか、そうですね、僕の部下的なポジションの人にちょっと権限を一部お渡しして、それでちゃんと運営が回るかっていうところをちょっとやってみましたっていうところですね。あとイベントでいうと、あの総勢60名の会社とバーベキューをするっていう結構でかいイベント外でやりました。で、二次会はダーツバーで箱さんも来ていただきまして、一緒にダーツしました、シクロと。で、結果成功者27名1回で出ました。で、歴代2位の再生を誇るね、男が依存する女性の特徴7選という17万選の企画を私出しました。1万9000ぐらいのチャンネル登録で17万出ました。怪物企画ですよ。怪物企画でやってるけどね。はい、怪物企画で回ってる。で、YouTube 系の入会者がもう作態で7倍になってました、ちゃんと見たら。すごい、すごい、これすごいっすね。逆に入会者の方が多すぎて、一側の人が落ち着かないぞってことで、逆にもう仲人さんの募集を必死で頑張ってるという感じになっております。ぐらいのレベル。はい、で、ジョン町ダイエットインスタ、これなんでダイエットサポートに変わるかというところ、なれそめ予備校生向けにダイエットゼミをやることになりましたと。うちの社にいるこのガーディアン加賀というものと一緒にダイエットゼミの準備を進めております。まさかの、はい、外部インフルエンサーじゃなくて、はい、社内にいるのがガーディアン。ガーディアン加賀社内です。これも初めて聞いたけど、知りませんか。うちの社内大体なんかカタカナついてから本名というボディ。俺のニックですけど一緒やもん。うらぽよ、うらぽよだけないです。これもない。箱さんもないです。何が全員やんねん。僕はこれからです。何やんねん。何やんねん。だから嘘やめてな。そして3点目ですね、僕の活動、プライベートでございます。手広でスーパーソード見つけたの覚えてました？はい、前回ちょっと覚えてないですけど、覚えててくださいよ。あの手広でスーパーソードにやっぱ4月も行きました。はい、そしてジョンマチ家にね、4リッターの架空ウイスキーが導入されました。で、餃子フェス行きました、楽しかったです。で、佐藤二郎さんに会いましたね。へぇー、待ったことある。で、こちらマイプロテインさんのイベントで私させていきました。4月ね、そういえば。はい、ほんまに楽しかったな。もうサブチャーに上がってますね、皆さん。マイプロ店員さんの運動会に僕参加してまいりました。剣連れてったやろ。剣連れてって自腹で剣撮影してくれって金払って撮ってもらいましたよ。ここでマッチョにたくさん会った結果、俺このままじゃダメだと、ちょっと75キロの食事管理していこうってことでバツバック始めました。で、5月大学生が生きったみたいな写真ばっかり。ちょっと痛いな。痛いね。さすがのホコさん。で、5月家族またなるそめ編ですよ。なるそめ編 YouTube はSEO 対策始めました。 YouTube での上位表示するための調査とマニュアルの作成を行いましたね。はい、で、悪影響なくね、4月にやった権限以上、業務以上は成功しました。分かりました、ありがとう。あんまりこいつ事実だけ勉強してくれない。でも報告会ですからね。そうですよ。で、イベントうなみ出産です。これすごいですよ。おめでとうございます。うなみさんが出産されました。
そしてまた今月もね、成功者27名で、まあ入会者数はちょっと減ったけど、3月比ではちゃんと右肩上がりで入会者数増えてってますよって感じが3月でしたね。5月かで、ダイエットサポートがちょっとまだダイエットゼミ準備中でした。で、妻の体重がね、出会った頃から14キロ減りました。このタイミングで、これすごい、相当痩せてんじゃん。これすごいでしょ。女性の14キロはマジすごい。僕のダイエットの知識総動員、筋トレ知識総動員してよかったなっていう感じですね。素晴らしいね。これの前ここのダイエットインスタもやってますよ、かったら見てみてください。そしてプライベート、皆さんお待ちどおプライベートです。トレンドになるならちゃうでよ、お前。ヘビロテスーパーズ行きました。ほんまにアルバムなんこれで、ね、4ヶ月連続でなんかお楽しみにしててくださいね。6月のこのページ。ほんで、めちゃくちゃうまい居酒屋をね、発見しましたね。で、バチと飲みました、僕。で、僕マチョのコラボ撮影第1回、バチです。結構前に言ってたよ、それ。で、まだ出てないやろ。はい。バチに結構可愛い。そうだね、それ、それ。マジ失礼やん、それは。それはマジです。やっぱり怒ったんで。飲み飲みたい。さすがにないつか。まあまあ、可能性として。楽しみにしといてください。なんか、9時みたいな感じで僕は。75キロを目指して増量してたんですけど、ちょっと脂肪が増えすぎました、5月。なので、ペースを緩めようかなっていうふうに目標を下げましたって感じが5月までです。まだ6月ですよ。いいじゃない、いいじゃない。で、まあ、6月家族慣れそうめ編ですけど、SEO 対策の開始してるから効果測定をしておりますと。祝子さんとコラボさせていただきました。そうなの、ね、はい。で、イベントが、9月に、3桁規模の卒業生イベントを見越して今会場を予約させていただきましたってところで、で、結果成婚者数歴代2位の36名すごいね。はい、 IBJ ってまあちょっとうちの連盟みたいな感じなんですけど、 IBJ 外っていうのがアプリとか結婚スタジオ以外での結婚って感じで、まあ、IBJ 内だと 80%、 IBJ 外含むと 93.3% うちに入ったら結婚してるってことがデータ出ました。で、大手の成婚率が 50% っていうぐらいなんです。あー、すごい、俺めちゃくちゃ頑張ってるなってすごい感動しました。入会者数もまたまだまだ右肩上がりで見ていただいてありがたいなっていう感じです。で、ダイエットサポートが、ようやくなるさみ予備、これダイエット全部完成し開始しました。ありがとうございます。6月から始めて、まあ今撮ってるのが7月なんですけど、うん、まあ、最大1ヶ月で 2.6 キロぐらい痩せたって人も DM でいただいてますんで、まあ着々とみんな痩せてるなっていう。で、プライベートヘビロテスーパー銭湯行きやすいでしょ。すいません。いいよ。そして、ぶっちゃん、うちの犬ですね。サマーカット可愛すぎ問題発生しました、写真はちょっとないです。もうそれも写真欲しい。そうやね、そうやね。居酒屋とかさ、はいはいはい、ああなんか良さそうやねとか。なるほど、全部欲しいからさ。来月から気をつけます。世界一美味しいイタリアン、ここはほんまにうまいぞ。引っ越したら言いますって感じだよ、はいはい、やっぱ家のそばやから。そっかそっか、そう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 。次、小沢優太と飲みました。僕のチョコラボ撮影第2回で、出てないのにどんどん撮影がすんの。腕周りがなんと 33.5cm から 35.5cm で、体重が結局 75kg 目指したんですけど、69キロから73キロの3ヶ月4キロ増量でフィニッシュしましたっていう感じでした。で、総括、4、5月も引き続きオフ会があり高速で過ぎていったんですけど、やりたかったボディメイクのお仕事が始められて、ちょっと幸せだなとそう思ってます。ダイエット彼の仕事って実はしてなかったので、まだ、いや、いいね、ずっと言ってた言葉、実り始めました。で、筋トレ通してね、今一度自分の心と体と向き合えた10秒から逃げないっていうのが、まあ、総括で、僕もちょっと楽しみにしてた皆様もごめんなさい。あ、その自覚はあるんや。それは本当に申し訳ないと。で、今後の予定です。ネアソミ予備校はもう幸せの永久保障をかけ日本一の成功者を目指します。ダイエットサポートは、ネアソミ予備校生には今やってるんですけど、ネアソミ予備校じゃない方でもいいかなと思ってるんで、実際に。広げるんや。ちょっと調整かけながら、サービス内容変えながらちょっと広げていきたいの、ダイエット競争になりたいのと思っております。で、プライベート、妻、ぶっちゃんと夏の思い出作り。で、妻の会社にすると今度バーベキュー行ってきます。で、あと夏祭りも行こうねってところと、あともう北陸に旅行しようねって言ってますんで、で、次こそ絞れた体で75キロ、身長最強の上位に行きたいなと思ってます。なるほど。お待ちください、皆さん。終わりです。長い。違うんですよ、多分ね、面白くないんですよ、長さじゃなくて。分かってたよ。うん。でも、報告会としては一番ちゃんとしてるんで。そうなんですよ。あんま言葉に捉えてるよ。エンタメじゃないからね、別に。そうなんですよ。そうなんや。期待してる人が悪いですよ、勝手に。これ泣きながら。はい。いやけど、俺思うことがあって、この3ヶ月でジョンの体が、いよいよ本間のマッチョになってきたなって。確かに。まあ、それは本間だな。正直、3月までは、うるせえなって思って口だけだな。そうそうそう。いよいよ画面で分かるレベルになってきたね。ありがとうございます。ありがとうございます。食もちょっと太まってきたしょ。なんか最近認めてくれるよ、食太まってるやけど。なってますね。ほんまに来てると思う、マジで積み上げてるんで。いや、このまま俺マジでまだまだでかくなるつもりなんで、どうしようご弁達のでよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。エロビア、続いてのプレゼンターは世界監督でーす。お願いします。天才、天才、天才学者、帰ってきた天才、やっと帰ってきた天才、違います。それでは旋回、世界方の3ヶ月の奇跡ということでですね、はい、
まずはこちらですね、ただいま日本ということで、お返し世界、ありがとうございます。ちょっと1ヶ月ぐらいね、動画の方ちょっとお休みさせていただきまして、ヨーロッパの方に行ってまいりました。はいはいはい。今回まあ3ヶ月間の話をするんですけれども、やっぱ皆さん気になってるんではないでしょうか、あの海外進出の話ですね、と1月から3月の間僕がやっていた CM の話、まあ、この2本立てで今日はちょっと話していこうかなと思っております。まず海外進出の話ですね。はいはい。僕、まあ、今回ヨーロッパに行きまして、この4つの国に行ってまいりました。イギリス、スペイン、ポルトガル、ジョージアと、はい、メインチャンネルの方でイギリス、スペイン、ポルトガルの話はしてるので、今回メインあるジョージアの話をしようかなと思っております。ジョージアがね、とにかく最高でした。僕の友達がジョージアがとにかくいいというところで、はい、お、僕のことですか？違います。わ、僕のことですか？違います。便乗組です。君たち、君たちが君です。こいつは言ってもないですよ。こいつはただ金髪おじさんでですね、行ってまいりましたよ。ジョージアがですね、どんな国かという話なんですけれども、アジアとヨーロッパの融合、もう本当にいいとこ取りした国なんじゃないかなと思ったわけですよね。まあ、ヨーロッパのね、あの気品のある感じの街並みももちろんありつつ、アジアのちょっとまあ親しみやすかったりとか、やっぱ安さみたいなところも結構あったりとか、安いんだ、いわゆるマーケットみたいなのがあって、そこで安くお魚が売ったりとか野菜が売ったりとか、そういうところもあったりするわけですよ。なんで結構ヨーロッパといえばなんか物価高いなとか、住むにはちょっとこう上品すぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そういうのちょうど中間思ってるんで、すごいいいなって思ったわけですよね。やっぱ大事なのが物価が日本より安い。今円安ですけれども、いまだにやっぱちょっと物価やっぱ安いな。そして日本人めっちゃいる。移住したらやっぱ結構日本ロスになるんですよ。まあ、日本食食べたいなとかもそうですし、日本語喋りたいなもあるんですけど、日本人がそもそも結構いるので、日本語ロスないですし、日本人がちゃんと飲食店経営してくれてるんで、日本食もちゃんと食べれるんですよ。そばとかもちろん食べれます。へえ。しかもそんなに高くないです、やっぱり物価が安いので両方とも楽しみますよと。で、税金が安いんですよね。まあ、海外移住検討する方、皆さんやっぱ税金の話よくするじゃないですか。確かにね、イメージあります。はい。なんとですね、2500万円以下を年間に稼いでいる場合、はい、月のうち 1% だけお支払いすればいいです。え、所得で 1%? マジ？例えば月収100万円稼いでるんですよ、った場合は1万円だけ国に納めれば、あなたは税金も払っていいです。市民税とかもないんですか？ないです。全部込み込みです。なのに物は安いですか？安いです。それ、何なんですか？円的なのは。ジョージアのお金の通貨。ハオさん聞こえてる。あー、そんなん知ってるんじゃないですか？ラリーです。ラリー、正解です。ラリーでございます。正解ですか？はい。ちなみにこれもまたびっくりしたんですけど、はい、そのラリーに変換してですね、はい、銀行に預けるじゃないですか。はい。そしたら年間 10% 増加します、金利が。え、1000万円で100万円になります。え、1年後に。これもやっぱすごいじゃないですか。すごいですね。これだけ欲しいな。いろんなこうメリットがあるわけですよ。日本の貯金制度なんて戦後の負の遺産ですからね。より詳しい人だ。まあそんなね、お金の話ばっかしててもあれなんですけども、はい、エンタメも豊富なんです。このイメージマジない？ないでしょ。ヨーロッパって僕ね、結構エンタメが不足してるところだと思うんですよ。なぜかっていうとですね、街並みが財産になったりするわけですよ。だから建物をぶっ壊しちゃいけないみたいな結構ありまして、景観的なね。そうです。なので例えばボーリング場を作りましょうって言った時に、ボーリング場作れないんですよ。ただやっぱジョージア、ボーリング場もありますし、カラオケもダーツもビアードもできます。温泉施設、サウナもありますから。温泉は、はい、きちんと遊べるところもしっかりあります。そして一番大事なところは、ご飯がうまいですよね。ジョージア料理どうでした？いや、美味しかったです。なんかアジアとヨーロッパの中間なんだなっていう、ごちゃごちゃになってるんですけど、ピザと小籠包一緒に食うみたいな話なんですけど、でも味うまいんです、しっかり。うまいんだ。どこの別に料理屋も全然あるので、日本料理も食えるし、住みやすいなと。じゃあどうなんのって話ですけど、2拠点生活あるんじゃないのっていう話ですね。あ、あり？ジョージア？で、それのために行きましたもんね。そうなんです、そうなんです。まあ今年はね、2拠点生活を目的にちょっとご用意したいなと思って、ちょっといろいろ国見ていこうかなと思ったんですけど、こちらの国、また検討に落ちちゃいます。あらららら。これなぜかなんですけど、まあ時差が5時間あるんですよ。それは多いんですか？僕的にはすごく多くて、っていうのは僕ね、ミーティングっていうのをめちゃくちゃするんですよ。5時間ずれるだけでだいぶこう支障をきたすなっていうのを改めて感じました、ヨーロッパの国が。なるほど。そして日本と四季のタイミングが一緒なんですよね。僕あの冬の時期に暑い国に行きたいっていう話をしたと思うんですよね。いつかはありかもしれないなと思いつつも、今現状パンと行くところではないなと思ったのが結論でございます。もうでもすごいいい旅でしたなっていう話でございました。引き続き拠点地を探していきますよなんですけど、CM の話。前回ですね、まあ、1月から3月結構僕ある動画がバズりまして、知名度取れたかな、仕事取れるかなと思って、意外と仕事入ってこないなっていうのが1月から3月までの間の話。結論から言います。えぐい仕事の量来てます。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。それはすごいよね、マジで。
ちゃんと種がね、植えた種生えましたし、恥ずかしてます、しっかり。てか、なんなら僕海外行った間に3日に1件ぐらいのペースで仕事お願いできませんかって感じめちゃくちゃ来てまして、ちょっとこれ忙しくなるぞと海外に行きながら思った時代ですね。そのタイミングでミーティング5時間実際あるから、うわうわうわみたいなことを思ってた、ちょうど重なったみたいなところがありまして、じゃあどんな話してんのって話ですけど、もちろん制作の依頼、これがやっぱ思ったところですけど、雑誌の取材とか、取材だよ、広報系の雑誌の取材とかね、協業のお話、そもそも広告代理店やってるんですけど、はい、コメディ系の話の時だけちょっと振っていいですか、ね、っていう感じでちょっと契約じゃないけど任せてください、はい、みたいな話、これね、聞くかしからの視聴者の方々がめちゃくちゃ来てますね。ありがとうございますということでね、前回の動画やっぱ見てちょこちょこ連絡いただいてるんですよ、実は本当に、言わなきゃね、俺なんかどうって言うことって本当に大事だなと思いました。某ね、大手の CM の制作も今してます、そういうのって結構時間かかるんで、いつ公表になるかわからないですけど、またね、情報解禁できるタイミングでそれも言いたいなと、楽しみにしてもらえたらなと思っております。で、そんな CM の話、おどこで弾けんのっていうことですよね。なかなかしかし恋愛チャンネルですから、やっぱ言えるタイミング全然ないじゃないですか。っていうところですね、世界観の個人チャンネルどうぞっていう、やってんの、はい、今やってます。絶賛1本だけかな、語りましょうみたいな動画出してるんですけど、今後ですね、クリエイターとか裏方の作ってる制作サイドの人たちの対談形式で酒飲みながら話すみたいなことを月2回今契約してまして、ちょこちょこ出て対談とか出ますんで、もしこっちの話ちょっと興味あるよって方いたら、ぜひこのチャンネル登録をよろしくお願いします。コラボさせてください。出てほしいなと思っていいですか、筋肉クリエイターとして。いらないですよ、筋肉の話いらないです。まあ今制作最初から最後の完結編みたいなものを作ったりするので、どんな感じで作ってるのかも見れるようになるのかなと思っておりますので、よかったらこちらもチャンネル登録お願いしますということで、引き続きお仕事お願いします、はい、ありがとうございました。種まいて花咲くまでのスピードがえぐい、早い。何が一番効果あったんですか、種は。記事作成じゃないですか、ノートとか僕取材をしてもらって出してたんですよ、自分で発注してノウハウを語らせてもらって、で記事にしてもらってみたいなのだったんですけど、多分あれとかで某大手の会社さんとかが連絡をくださったりとか、記事やっぱ出し続けなあかんなと思って、この対談動画を撮ってそれも記事にしましょう、なるほど、っていうんで動画と記事が毎月4本ぐらいだったかな、今現状今準備してますんで、そんな感じで。確かに信用につながるよな、そういうの。移住したら僕ら取りに行きますので。ああ、ありがとうございます。じゃあまだ行きたいですね。ジョージアム、ジョージアム行きたいです。村人みたいなやつ、ドラクエの村人みたいな。目の前行ったら、ジョージアムまた行きたいですね。言わないっていう。RPG の引き継ぎってことでしか言わない。なんかイベント来たら、ジョージアムか、大変だ、ジョージアム。街が燃えてる。街が、ジョージアム大変だ。頑張ってください。頑張ります、ありがとうございます。続いてのプレゼンターは、そうたろうです。よろしくお願いします。先輩、あ、ありがとうございます。盆栽、おい、ただ暴言吐かれてるだけ。まあ盆栽なんでね、やっていきますね。僕の3ヶ月活動報告です。まず最初に僕のこの3ヶ月の仕事ですね。はい、私はカーナビっていう TikTok チャンネルに出ました。おめでとうございます。はい、マックいますね。マックいますね。ここでマックと出会ってこの間コラボしてます。そっからなんや。はい、へー、芸人なんでやっぱ面白くて、しゃべりがね、現場でもめっちゃ回してたんで、へえ、こんだけしゃべりうまかったら絶対うち来てくれたらおもろいとかなるやんっていうので来てもらって。なるほど、そういうことだった。実際めっちゃ盛り上がりましたね。面白かった。でね、3ヶ月僕やってて、はい、まあまあ普通に1,2,3より仕事減ってるわけですよ。まあ実際結構輝かしかったよな、テレビとか。確かに確かに。で、結構これもマジでありがとうございます、ありがたい仕事でちゃんとやらせてもらったんですけど、言ってもこうギャグというか小芝居みたいな感じだから、まあ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 役者としては結構苦しい感じだなっていう感じなんですけど、なんでそんな3ヶ月僕が何をしてたかっていうと、4月ドバイ九州行きまして、5月北海道行きまして、6月どん底に落ちる。で、今日はですね、2年半ぶりに休み取ったら困った人の話をしていきたいと思います。これ何すか、掘ってんな。いや、これは僕が好きな激レアさんのラベリングですよね。作った、終わった人いる。作りました。後ろにジョイマンが隠れてます。高木、高木、総合金めっちゃでかいんじゃないのね、これ。まあね、今日話していくのが、まあ僕仕事がいいんで、メンタル面の話というか、僕の本当に考えてたことみたいな感じなんですけど、まあまあ3ヶ月僕は会社辞めてすぐに宿舎入る前に1週間ぐらい屋久島行ってたね。そうそう、ほんでそれが唯一の休みだったかなっていう感じなんです。がっつり休んだのが。で、今
回めっちゃ旅行も行ってゆっくり休んだんで、久しぶりに息抜きになるかなと思ったら結構メンタル終わったよっていう感じだったんで、ちょっとその話をしていこうかなという感じです。逆にね。で、おさらいですね、はい、僕はそもそも何なんだっけっていう感じで、YouTube 以外の時は35歳でアカデミー俳優になろうということで、頑張っている役者志望の30歳です。なるほど。という感じでございます。で、ジニーさんの動画で言ったんですけど、はい、最終ね、僕は事務所に入りましたということで、はい、石丸さんが終わってました。結構ね、なんかこういう終わり方ですよね。そうそうそう、それに期待をしてね、はいはいはい、期待感を持って入ったんですけど、事務所に入る、つまりどういうことかってなると、事務所中のは待ちの姿勢ですよという側面があります。ちょっと戻ってもらっていいですか。はいはいはい、なんすか。趣味のところにニットソムリエ。座禅してるの見たことないけど。座禅はしてるんですよ。あ、そうだ、家でたまにしてるし、1週間僕は京都のお寺にこもってたこともありますし。特技見て。俺もそれ思ってんけど、特技ホームレスあんまりあかんお前ちょっとあかんのプロフィールがあかんのちゃう。ドラムとかできんやろこいつ。サーフィンはそうなんや。サーフィンだと聞いたこともないよ。たまにすんねん。マジ。ただ、ほんで事務所って待ちの姿勢なんで、はいはいはい、オーディションで書類が取るの待ちますよとか、はいはい、ご飯待ちますよとか、予定入れたら挨拶回り一緒に行きますよとか、はい、まあそんな感じで、うん、結構向こうから発信で僕がなんかするっていう。ああ、そういう感じなんや。で、俺が勝手に置くと迷惑かかったりするんで、ああ、はいはいはい、はい、こっちに声かけてたのに、カニ買っちゃって、はいはい、そういうのがあって、待ちの姿勢に基本になると。へぇ、なんで、基本的に僕はもう YouTube 撮影と週1回のレッスン以外全部開けてますみたいな感じにしてるんですよ。うん、急にオーディションここ行ってくださいって言われて行かないといけないんで、はい、っていうことでめっちゃ時間が余りすぎて、ならいっそ旅行しようかなっていうので旅行行ってます。なるほど。僕奈良好きやな。はい、で4月ね、ドバイ行きまして、安行きとドバイ行ってきました。はいはいはい、まあ、これめっちゃ面白かったですね。いや、めっちゃ面白かったね、はい、楽しそうやったな。ほんとおしゃれやな。全然知らんもんがいっぱい見れたし、うん、なんか10年ぶりに海外行ったんで、前はインド行ってぶりぐらいなんですよ。ああ、学生の時に行ったんですか。そうそうそう、だから二十歳そこらの時に見た海外と、うん、今の価値観でまた見る海外はだいぶ感じ方が違うので、なんか生活とかを気にするようになったかもしれない。その新しいものというよりも、はいはい、こういう文化からこういうものが成り立ってるんだとか、生活に根ざしたところ、現地どういう風な生活が営まれてるんだろうとか、はいはいはい、そっちの方が結構興味があった。なるほどね。なんかそんな思いましたね。変わりましたね。はい、で、まあまあ、もう旅行の内容は全部ほぼ安井と二人でチャンネルをやってるんですけど、奈良の旅行に上がってるので、興味ある人見てください。九州行きましたね。はい、うん、で、まあ、九州は僕の唐津のじいちゃんが、まあ、もう亡くなってるんですけど、はいはい、いたんで、それでルーツ回りたいなと思って奈良行ったりとかしてたって感じですね。ルーツ大事にし始めてるね。そう、1、2、3月で、ね、暇すぎて自分帰り見るぐらいしかないよな。なるほどね。そうそうそう。今のうちになんかじいちゃんって何を思ってこの地で生きてたんだろうとか、なるほど感じでした。で、北海道も行きまして、まあまあこれはもうだからオフ会の前に僕1週間だけ先入ってうろうろしてみたいな、はいはい、で、まあこんだけ旅行行けてたっていうのがどういうことかと、一応そのめっちゃ金ありますねとか言われてたんですけど、はいはいはい、いや、そういうことではなくてですね、はい、僕はもうオーディションに僕は落ち続けていたということなんですね。なるほど。基本的にスケジュールブロックして1ヶ月前ぐらいからブロックして、うん、で、本当に全然実とかにバラシになりましたっていう感じなんで、まあ旅行の予定取ってるけどいつでも帰れるようにとか、はいはい、逆にここはもう最悪飛行機をぶらして後から入れるようにとかやってたんですけど、うん、全部受からなかったんで、見事に全部旅行できちゃったよっていう感じなんですよ。旅行できるのもちょっと寂しかったんや。そう、楽しみだと思いきや。そう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 。いや、でも楽しかったよ、ほんまに。まあな、行ってめっちゃ楽しかったし、いろいろ感じることが増えたから行ってよかったんやけど、うん、そういう側面があるから、うん、帰ってくるわけの揺り戻しがでかいって感じだったっていうのを思ってて、で、なんかオーディションめっちゃ落ちて、はい、なんかね、舞台の挨拶とか行ったんすよ。演出家に挨拶してきてくれて、うん、じゃあ僕見に行って挨拶しますって言って一人で行って、うん、で、劇場終わり、はいはい、ずっと一人で待ってて、で、ありがとうございましたっつって挨拶しようとして、ちょっと忙しすぎてまたねって言われて、その後俺は LINE でうちちょこんって、はいはいはい、なんか俺ゴミやなみたいな。いやー、泥臭く頑張ってるね。なんかすげえ扱い雑いし、オーディションとかも、もうあーしなみたいな、うん、みたいな感じやから、なるほど、ね、ってきて、はいはい、僕はちょっと夢に疲れたなみたいな感じになって、安井君とこ行って話したりしてね、これ何してんのやろみたいなって、はい、誰か一人ぐらい君には才能があるって言ってくれてもよくないかみたいなモードになったんですね。結構しんどかったんですけど、はいはい、ここでこの動画を見まして、たまたまこれ YouTube なんですけど、うん、稲葉さんのなんかインタビュー動画みたいな感じなんですよ、これ。で、ざっくり言うと、はいはい、あの稲葉さんですら自分には本当に才能がないって言い切ってるっていう動画なんですけど、才能の塊みたいな。そうそうそう、うん、すごいスピードだし、あ、思ってたんやけどっていうのを見て、本当に人は才能っていうものがないんだろうな、
この人でそう言うんだったら、はい、多分俺がいろいろとやってるのは全部言い訳だろうなと思ったので、なるほど、こういうことを考えました。旅行に行く時間があるということは作れるということで、才能なんてものがないのだとしたら僕のは全て言い訳で、ずっと恥ずかしかったけど、やっぱり僕はアーティストになりたいということで、俳優じゃない、まあ俳優ですね。ーアーティストっていうのも表現者だとして、ああなるほどなるほど、自分の表現で人の心を動かすと。ああそういうことか、はいはい、和田壮太郎というインフルエンサーになりたいわけでは僕はなくて、はいはいはい、そこの人間性がああだこうだは全然嬉しくない、表現したものか、うん、結構俺クズやしなんかそのそうやな、あんのよ、なんでなんで、人の気持ちをないがしろにしたことなんてめっちゃあるし、人にクズだって言われることも結構あるし、なんでそんなこと言っちゃうのって言われることすっごいあるのよ、でそれ、そういう自分の側面があるのに、動画でなんか良さそうなとこだけを出して、いい人ですねとか言われたら、それはそれでいやいやそうじゃないっすよってなんか反応してる感じになるし、なるほど、逆にそのクズだなって言われたら、いや俺の素敵なとこ何も知らずになるじゃん、なるほどね、難しい、どっち来てもあんまり気持ちないな、でもドラマとかなんか自分の芝居とか出したら面白かったですって言われたらそうでしょってなるし、なるほど、面白かったですって言われたらなんでってなって悔しくなってもっと頑張るみたいな感じになるんですよ。健全ですね、はい、すごい健全にちゃんと受け止めれると。なのでもう僕はこっちに行きたいんだっていうことに気づきまして、確かに作ろうということで YouTube のねドラマも多分1年ぐらい空いちゃいましたけど、そうっすね、私くかしのドラマシリーズを第5弾6弾と8月から撮っていこうかなと思ってます。作りたい言うてましたもんね、はい、会議でということで、まあ6月結構悩んだんですけど、はい、まあそういう判断をしてメンタルめっちゃ回復しましたと、ほんまにびっくりするぐらいメンタル回復しましたね、日々活力に溢れている。で映画祭この間行ってきて賞を取れて脚本も完成して仕事も決まってきたので、まあ、9月は多分舞台1本は出る、2本出るかな、わかんないですけど舞台も出ますし、僕らの作ったドラマも多分8、9で2本ぐらいは多分出ると思いますし、なんでもうちょい俳優っぽい活動報告ができるようになるかなと思うので応援してくださいということで頑張ります。おーよっしゃ、舞台でぐらいいいかな、あ、そうなんや、ちょっと変わった感じの舞台と普通の舞台と出るかな、わかんないですけどね、多分ね。でまあ余談ですね、僕のメンタル、はいはい、これもあっちゃんのやつ言ってたんですけど、はい、承認つながり、挑戦というものが安心感の正体だよって言って、はい、でまさに俺これやなと思ってこの3ヶ月間、まあ承認つながりは別にあったなと思うんですけど、挑戦というピースがマジで欠けていて、マジだったからね、はい、マジだったから、でそれで漠然とした不安の正体ってそれだよって言われて、いやまさにそうっすね、面白い時って不安だよな、めっちゃ不安だね、でドラマ作り出していろいろと自分で動き出してやっぱり良くなったメンタルがね、そして切り替えてからね、そうですね、まあなるほどと思ったんで、今なんとなく不安な方はぜひあっちゃんを参考にしてください。外側じゃなくて、はい、僕らで人体は慢性的なストレスに対策できないように出来上がってますんでね、うるせえ、そんな感じで、はい、ありがとうございました。どうもありがとう。それでは最後のプレゼンターは安幸です。お願いします。リッチクラブ、はい、私ですね、4月から6月振り返りやっていきましょうというところなんですけども、早速行こう。あれなんか今日もちゃんとなってるぞ。動画あれあれあれ、あれ覚えてる、すげえ、ありがとうございます。もしかしたら動画かもしれない、いや違う違う、やとしさん、俺めっちゃ頑張らなあかんよ。4月、僕高知行ってました。はい、あー行ってたね。4月なんですよ、4月高知行ってドバイ行って、で福岡、はい、素晴らしい、でライブ見に行って横浜にライブ見に行ってました。 1975 っていうイギリスのバンドで、で5月北海道オフ会で、6月キングノーのライブ行って、で群馬なんで6都道府県1海外と人生で一番移動した3ヶ月。旅めっちゃしてるよ、みんなめっちゃ行ってんだろ。実は結構めっちゃ移動してて、まあオフ会もあったんですけど、まあね、そう、実はめっちゃ移動してたなっていうので結構振り返ったなっていうところなんですけど、はい、まあ YouTube 編集です、僕やっぱり、まあ、久しぶりにまあこの話しようかなと思うんですけど、まあ、あんまりしてないもんな、はい、4月6月移動はしてたけど、うん、何してたかって言ったらもう仕事をしてたなって感じなんですけど、ある程度形も作れて順調にいってるな、この1年半を振り返ってみるとって感じで、で、まあ、4月5月6月もまあそんな感じやっていこうっていうところだったんですけど、1個緊急事態が発生しました。なんすか？5月で編集スタッフが1人卒業しました。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。何がこれ大変なのか、緊急事態なのかっていうところなんですけど、大きく分けて2つございます。やっぱりこう面白く分かりやすくすることをまず大変だなっていうところなんですけど、2つ目が意外と大変なんですよね。認識の齟齬を言語化して伝えることって書いてあるんですけど、どういうことですか？これ新しい人が来た時とかに、
例えばカットってこういう風にした方がよくねとか、テロップってこういうぐらいのデカさの方がよくねみたいなのを意外とそこで認識が違うんです。1年半作ってきたんですけど、それを今度言語化して伝えて新しい人を育てるっていうのがなかなか大変なんですよね。なるほど、はい、でこれが大変だなっていうところで5月6月ちょっと悩んでまして、で Vlog 動画最近まあちょいちょい増えてるなっていうところなんですけど、まあ、その改善の余地あるよねみたいなところで、なんで大変なのかっていうところで、喋ってる人が好きなタイミングでバラバラ話すからなのか、カメラワークが固定じゃないからなのかとか、喋る音量なのかとかで、まあ一つ分かったことなんですけど、外でロケした時は絶対的にでかい声で喋るべし、だからこういう動画ですよね。ただそうは言っても編集体制整えて、メンバーがやりたいと思ったことを叶えていっていけるような編集体制でいたいなと思っているので、皆さんにやっていただくことは、だからそのでかい声で喋るべし、わかりました。いや今は大丈夫です、室内でした、室内大丈夫なんですよ。ほんまにこれめっちゃ試したもんね。そうマイク買ってみたり、もう一個買ってみたり、そう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 、でめっちゃやってて、アリアスクワットっていう結構10年ぐらいやってるのかな、 YouTube そう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 やってる人たちが、うん、これあのど真ん中で動画撮ってたんですよ、でめっちゃ聞こえるんですよ、数が綺麗なやつ使ってんねやとか、ね、この間あったから、何使ってんすかって聞いたら、はい、GoPro マイクなしで大声ですって言われて、あ、そうなんやと思って、意外とテクニックじゃなくてアナログな時があるよな。むっちゃ声でかかったし、ほんで動画越しやったらあんま分からへんねん、それがでも実分からないです、分からないです、ちょっとできるもんね、周りのノイズをシンプルに声量で上回ってるから下げてきれいな、なるほどね、確かにそりゃそうや、だからなんかコムドットどうやってんねやろとか、いろんな一番見てやってましたけど、多分あれみんなシンプル声でかいですね。なるほどね、声でかいんだと思います。まあ、それで群馬ドライブね、声で隠しようって言ってしたね、やったんですけど、確かに結構変わったなって、いやめっちゃ改善したよ、だけで、はい、初めて車内音声がちゃんと聞けるから、確かに、はい、はい、っていうところで、まあこっちもいろいろ編集のそのエフェクトの感じとかを変えたりはしてるんですけど、まあみたいな感じでね、その Vlog とかはやっぱりその宿歌詞の形っていうのは室内映像に比べると作れてないので、まあ今後そういうの編集の方で作れていけたらなと思うと形で、まあイコール箱さんのようですね。うおー笑った、そっち、はい、なんで顔見てないから、ね、だいぶ怖いし、お前多分作った順番分かってへんやろ、分かってこれくんなみたいな、分かってる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 、これいらんかいや、だからこれが編集体制作った結果はこれですよ。いやいや分かってんねんけど、分かってんねん、分かってん、多いねんね4月6月目標振り返りというところなんですけど、6月に半袖 T シャツ今着てるんですけど、雑誌で販売すると、で写真をちゃんと今回撮ってもらって発表しようっていうのを一応目標に置いてて、なるほど、それでクリアしました。おお、これすごいな。まあこんな感じで、はいはいはい、まあ、その結果、まあ、白 M サイズと、まあ、ラバーストラップ1日で完売しました。おめでとうございます。で、まあ、発売約2週間で過去最高枚数達成しました。おめでとうございます。すごいな。これ地元で撮ったんですね。わざわざ地元行ったんだ。わざ撮り行った、はい、こだわりすごいな。エコマ30遊園地っていう遊園地なんで、やってんの？やってますよ、やってます。で4月9月、まあ、目標っていう感じで、まあ、未来を見据えてって感じなんですけど、はいはいはい、お金をね、はい、まあ稼いだわけですよ、結局これでまあ T シャツ売れて、はい、お金稼いだなって思って引っ越すかなと、ずっと言ってる、お前に行こうかなと、お前に行く好きやな、お前に行く好きやな、いろいろ考えて、いや挑戦使おう、それは大事、それはもうやっぱ挑戦だ、そりゃそうよ、何に使おうか、はい、これです、ポップアップやろうと思いました。あーついに、はい、やろうと思って意気揚々とする安い規制で、あー安い規制ね、はい、意気揚々としてたんですけど、はい、地獄の夏の城です、なんすか、なんすか、なんすか、ちょっとこの人物が登場します、え、あれ？怖い怖い、人の名前明かして書くないよ、怖い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 、それはそうです、何すか、何すか、何がある、何何何、小田さん、僕ん家に来て声来ました、はい、あー、そうや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 、言ってたろんな、そういうことか、地獄夏のお知らせです、熱い顔しろみたいな、絶対ブラックロードやもんな、あいつやばいと言いつつも、ドラマ作るってなってくれたら嬉しいし、はい、あいつが作るものに協力したいなと思っているので、はい、もうそれはやりましょうっていう、なるほどなるほど、というわけでこういっぱい書きました、はい、4月9月目標、はい、まあこれちょっと9月は過ぎちゃってるかもしれないですけど、はい、1周年になるんですよ、ディープシークラブは11月で発売して11月で1周年になるので、はいはいはい、その辺でちょっと記念ポップアップというか、
感じで、いいですね、なるほど、開催しようかなって言って、まあそのね売り上げとかは、まあ、それをほとんどにつぎ込もうかなとかいろいろ考えて、なるほど、はい、やろうかなと思ってます。でまあドラマと MV を無事公開できるように、ミュージックビデオはね翔太郎がっていうか、まあそう作らなあかんなって思いつつ、まあね、作れやみたいな感じでケツ叩かれてるんで、前向きにやってみようと思ってます。はい、でドラマもやろうと思ってます。編集体制ですね、この間あの募集させていただいたんですけど、そうですね、それもきちっと整えて、まあ、今ちょっとまだ言えないことはありますけど、これからね祝賀しも、あの夏いろいろ頑張ろうと思って動いてますんで、はいはい、それに向けて整えないかなっていうところで、あと個人的な理由です、体重落とすと、まあ、英語勉強再開で、いいですね、はい、やろうかなと思ってます。はい、見ててください。ということで終わりなし、終わりなし何やそれ、何やそれ、お以上でした、ありがとうございます。昨日多分寿司食ってる時にジョブがあいつに葉っぱかけながらめちゃめちゃいいスライド上がってきてるよ。良いですね、あのそれはほんまにそう。そうちょっとちゃんとやろうかなと。めっちゃ見やすいわ、見やすかった、そうね、格が違うよね、レベルちゃう。まあちょっと赤字で書いてごめんなさいもう一回負け見せて、また参考が見せろと、またそんな目見せて、またそんな目見せて、確かにそうだろ、うわいやでもほんまに蒼太郎が多分言うやろなと思ったから省いたんですけど、ドラママジで大変なんですよ。そうね、結構ほんまにだから、まあ地獄の夏やなって。でももうちょっと強制ギブスみたいなもんなんで、僕のとっての蒼太郎強制ギブス、強制ギブスなんで、ボンテージみたいな。そうそう、あとちょっともう弁明していいですか。あ、どうぞどうぞ。僕これね、ドラマ作るぞって言いに行ってないんですよ。あれあれ嘘ですか。あれ嘘だ、 MV 作れって言いに行ったんですよ。あ、そうか、なんかこいつの加入の動画改めて見たことがあって。あ、そうそうそう、6月の中旬、はいはいはい、頭ぐらいに沖縄です。ほんでこいつその時何言ってたかって、自分の作品を作りたいって言ってたんですよ。言ってた、言ってた。で編集してやって、けど最後はそこに行きたい、それを見る人も増えるし、それ作る勉強にもなるから、俺は YouTube やりたい、で入ってきてるんですよ。あ、そうか、去年俺たちはあいつの時間を1年奪ったなと思って。確かに確かに、だから今年は体制ちょっと空いたから、はい、作れよって、はい、ってか作るんやったら応援するから、ほんまにその夢ちょっとそろそろ走れよって言ってた。なるほど、お腹あってしょ、なろうぜって言って、ほんで返したかったで俺一人で頑張るの嫌やから、お前もなんか作れよ。あ、こんなドラマ作るわなんすよ、マジかって言いながらめっちゃ言いながら、あぶっかとかマジかって、お前マジで演出したな、お前この前地獄の夏マジで違うね、言い方全然違うで。まあまあまあ、結局ね、多分お互い作った方がいいよなと思う、若手だよな、それぞれもう言い訳せず頑張りましょうって、まあ、トントンなんですけど、はい、これはね、ちょっと僕の悪いところですね。マジで箱神様でお納めしよう、箱神様で仲裁してください、箱神様行きますよ、箱さんの笑顔が待ってる。あ、そう、全国イコール箱さんになって、お前滑ってないよ、受けてる受けてる、お前めっちゃおもろい、めっちゃおもろい、アクリルメガネはちょっと慣れたから。あ、そう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 、あいつ、ありがとうございます、ありがとうございます、ドラマ頑張って、チャンネル登録してくれたらチャンネル登録増えるんで、はい、ということでお疲れ様でした。面白かった、面白かったね。なんか前回チラッと言ってたんですけど、はい、これがあるから頑張ろうって思うっていうじゃないですか、はい、はいはいはい、これめっちゃありましたね、今回は。いやー、おー、でも4、5、6まで死んでたんで、これ俺このまま行ったら旅行してただけやん、それ返さないとね。それもね、やっぱちょっとあるんですけど、俺もマイプレイのイベントとか背中押されたもん実際。あ、そうなんや、いきなり知らんマッチョたちと一緒に絡むの怖いと思ったけど、あ、いやこれかけるから行こうと思って。あ、そうなんや、そうそうそう、あ、なるほど、勇気になる。結構これがあるからメンバーも頑張れてる。そう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 、それはいいね、それは。ごめん、ほんまに最後にちょっと誰かいじってくれ T シャツを。忘れてたわ。そうそう、なんか違うの、見られるのはずに、何知られるの。まあ確かにガチに大変だ。はい、まだ9月まで頑張って、またね、あの報告させてもらおうと思ってますので、ぜひそちらお楽しみにしておいてください。ということで今回はどうした、どうした、今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく、チャンネル登録もお願いします。ということで今日も一日お疲れ様。